動時間が一番長く取れる、夏は限界を伸ばす時期だと思うんですよ、まず。一回志望校の過去問見とくんですよ。入試の勉強って基本的にやっぱり逆算なんで、情報不足は学力不足と一緒なんで。そして、まあ、得意科目やっぱ作っといた方がいいですよね。恐ろしい。偏差値高いところしか古文は出ないと思った人間なんですよ。では始まりました、もちえチャンネル。さあ、今回は中村先生に出ていただきました。はい、ハローゼア。はい、中村先生の半袖が見れる季節がやってきましたが、はい、今回はですね、はいはい、それにちなみに夏休みの勉強法。夏休み、はい。まあね、受験の天王山とか言われますけど、はいはいはい、どうなのかっていうのを聞いていきたいんですが、まあ、いわゆる受験相談をいろいろ、まあ、全国の人たちでやってるんですけど、はい、みんななんか未来の自分に淡い期待を持ちすぎじゃねって。確かに確かに、はい。今から変わらないとっていうことですね。はい、本当に来週より明日より今日っていうのは本当だなっていうのはよく分かってますね。なんとなく、まあ、日大とかだったらいけるかな、まあ、地ぐらいだったらいけるかなとか、国立これぐらいだったら引っかかるかな、今全然勉強うまくいってないけどみたいな、はいはいはい、ありますね、感じが多くて、まあ、とりあえず、まあ、何ヶ月かちょっと自分でやってみます。その何ヶ月は戻ってこないですからね。ちょっとどうやってやったらいいのかっていうのをですね、中村先生にちょっとビシッと言ってもらおうかなと思います。まあ、夏休みっていうのは特にやっぱり現役生、はい、あるいは高1高2生みたいな、まあ、浪人生は別に夏休みとか関係ないじゃないですか。そうですね、同じですもんね、はい、なので現役生中心に言うと、やっぱ勉強時間が一番長く取れる期間ですよね、うん、多分9月とかになったらまた減るわけじゃないですか、はい、勉強時間が、はい、なので夏に勉強できなかったら、うん、それ以降勉強なんてほぼできないですよっていう。そうそう、なので夏は限界を伸ばす時期だと思うんですよ、まず。例えば夏に1日3時間とかしか勉強できないままだったら、それ以降も多分3時間で終わるかなと思うんで、夏に8時間とか12時間とか、やっぱ当たり前にやれるようにしていくのが大事なのかな。できないですから最初、そんな1日8時間やろうと思っても机に8時間迎えても8時間はできないですよ、はい、めちゃくちゃ大変ですからね、うん、まあ、今国立高やってますけど、こう10時ぐらいにこう終わって帰る子たちとか、すごいもうフラフラですね。いや、そうですよね。宿題やるだけで8時間分出たりしますからね、竹田塾。顔が真っ赤になってたりします。いや、そうっすよね。なのでそんな子たちにですね、やっぱすごく大事なのが、まず8時間とかやりたいんですけど、でも8時間なんかいろんな科目やると大体失敗するんですよ、はい、特に夏から勉強始めた子は、うん、いろんな科目中途半端に出して全部結局身につかないっていうのはやっぱり多くなりがちなんで、はいはい、その夏の時点では特にメインの科目1科目とか2科目を作り上げたいっていうのがあるんですよね、はいはい、まあ、竹田塾のルートでいうと日大レベルとかマーチレベル突破したいみたいな目標があるんで、点数取れるとこまで、過去問で実際点取れるとこまで最低1科目、できれば2科目3科目そのレベルまで作り上げたいっていうのが大きな目標になるかなと思います。なるほど、なるほど。文系だったら英語、理系だったら数学を、例えば2等コマ線とか三権交流あたりの過去問、共通テストの問題とか解いて7割とか8割とかを安定して取れるようになっていきたいみたいな。なるほど、それが重要になってくるわけですね、はい、じゃないと結局勉強したけど成績伸びたっていう実感がないところで夏が終わっちゃうと、そっから先に何やればいいのか分かんなくなっちゃうっていうのはあると思うんですよ、うん、そうですね、まさにそうだと思いますね。本当に思ったより夏は早く過ぎますから、ね、いや、そうなんですよね。で、あと秋以降とか冬ってその時にやりたいことっていっぱいあるじゃないですか、はいはい、夏にできること、夏にやんなきゃいけないことを秋にやりたくないわけですよ。うん、そうですね、はい、ってなると夏の時点で勉強時間を増やして勉強のやり方を固めて、あとはもう自分の限界までやり続けるだけ、もう入試レベルのことをやるだけって状態に9月以降したいから、夏の時点で基礎は終わらせておきたいって話なんですよね。ね、本当そう、はい、なのでそのやっぱり夏で何やるかって言ったら、英語とか数学の量を増やせってことなんですよね、うんうん、量を増やしてガンガン終わらせて、もうとりあえず英語と数学だったらもう戦いますみたいな状態作っておいてくださいみたいなのが特に現役生には大事かなと。それを口酸っぱくいつも言ってるんですよね、はい、であと絶対やっておいた方がいいのは、一回志望校の過去問見とけですね。はいはい、これも本当に口酸っぱくいつも言ってるんですけど、はい、僕最近は夏のイベントでお呼ばれした校舎で、塾生とかその外部の方向けに夏の勉強とかという話をするんですけど、ああその時に志望校の過去問見たことある人、解いたことある人って言って手を挙げてもらってるんですよ、こうやって2、3割なんですよ、見たことあるっていう人すらですよ。見たことある人込みで 2,3 割なんで、半分を見たことなかったりするわけなんですよ、ね、まあ入りたての子とか、まあ、まだ受験勉強開始してない2年生とかも混ざってるから多少低くなるとはしても、大体みんな志望校って言ったら最初に過去問見ないかって話なんですけどね、うん、そうですね、うん、まあ、なんか聞くとですね、受験相談していると、はい、いや塾の先生が過去問は絶対に10月まで開くなって言うんですよとか、今お前たちのレベルじゃないから、はい、過去問に分かってはいけないとかって言ったりとかしてるところがあるらしいですね、はい、いやありえないでしょう
って話ですけどね。別に全部そんな解けとは言わないですけど、はい、出題形式ぐらい知っとかないとっていうのあるじゃないですか、はいはい、いや配点制限時間とか英作文出る出ない知らないとか、だってそれ分かんなかったら年間で勉強すること分かんないじゃんって話ですよね。だから結構受験相談でも多いです。やっぱり見たことありますかって言って、うん、いや見たことはないんですって答える人が相当多くて、恐ろしいですね。もうね、マラソン何キロ走るんですかみたいな質問みたいなもんですからさすがに距離は知っとけよみたいな話と一緒で、自分がやろうとしてることが何すんのかすら分かんなかったら、いや勉強なんかやってらんないですよね正直。そうですね、はい、もう1ヶ月前になって、あれ 42.1 キロ5キロなんですか、30キロだと思ってましたみたいな競技違うわみたいな話になっちゃいますもんね、はい、どういう形式が出て本当何しなきゃいけないとかは知っといてください、うん、長文こんなに長いんだとかって直前で知る人すごい多くて、はい、それじゃ全然ダメですよっていうことですね、はい、入試の勉強って基本的にやっぱり逆算なんで、うん、ゴールを知っといた上で今の自分の状況からどうすれば間に合うかって見とかなきゃいけないんで、であとなんか結構やっぱその偏差値と難易度って一致ないじゃないですか、はい、そうですね、むずい問題出すとこと大量の問題でスピード勝負になるところって全然話が合ってくるんで、うん、その辺もやっぱ知らないとっていうのはあるんで、やっぱその情報不足は学力不足と一緒なんで、情報不足は学力不足と一緒なんだよ。あ、はい、名言出ました、はい、情報不足は学力不足。いやこれはいいですね、はい、その通りだと思います本当に、はい、なんていうか志望校に興味ないのって話だと思うんですよね。やっぱ知っとかないと後でそんなことを知りませんでしたってなって、うん、何を書くと僕はそれやらかした人間なんで言うと、僕はですね偏差値高いところしか古文は出ないと思ってた人間なんですよ偏見なんですけど、すごいルール、はい、ある一定ラインで古文が出なくなった時点で、そこより下の学校は古文出さないんだろうなっていうふうに勝手に思っちゃってて、現代文だけって、ね、そうそうそう、もうこれ以降はもう現代文しか出ないんだろうなと思って行ったら、入試本番で過去問すら見ないで行ったんで、あ、古文出るんだって思ってめっちゃびっくりしたっていう。もうね、それを志望校とか受験校っていうことの志の低さよって話なわけですよ。それ志望校じゃないでしょって話なんですよね、もはや。そうですよ、はい、志望の字が違いますね。死んじゃうっていう、こっちになっちゃいますから、はい、いやそれすごいですね、はい、だから別に合格しろとか解けとまでは言わないけど、うん、知っとけという話ですね、うん、はい、その通りだと思います。やっぱり本当ゴール知らない、はい、自分の位置知らない、道筋知らないっていうのが、はい、もうほとんどの受験生なんだなっていうのが分かりましたね。本当真っ暗闇の中の山道を懐中電灯ちっちゃいのをこうやって照らしながらみんな歩いてるみたいな、そうですね、すごくよく分かりました。でさらにですね、これ過去問志望校だけじゃなくて共通テストもなんですよね。特に国公立で、はいはい、これはもう手を挙げてもらったら共通テスト見たことないって人は3割ぐらいいたんですよ。おお、そうなんですね。まあ夏から勉強始めた人とかがほとんどなのかなと思ったんですけど、竹谷塾って竹谷塾模試があってあれ共通テスト形式なんで、はい、春から入ったら絶対受けてはいるんですけど、うん、でも多分一般の受験生で部活やってた子とかだと共通テスト見たことないって人、マーク模試で受けたことなかったら全然いるよなと思ったんですよ、ね、なるほど、そうなると確かに形式わからないってなっちゃうんですよね。いやあれだって初見絶対やられるでしょっていう、うん、試験なんで、もう今のうちに見とかないと結構シャレにならないよなと思いますね。英語なんてね、はい、あれを初見でやったら絶対時間無駄にしますよね、うん、はい、ちょっと知っとくの大事ですね、うん、だから春の勉強ってある意味その頑張ればよかっただけなんですよね、うんうん、自分の限界まで頑張ってやれるだけやって志望校間に合うか間に合わないか考えなくてがむしゃらにやればよかったんですけど、うんうん、夏以降って間に合う間に合わないとかがやっぱ出てくるから、ね、志望校の情報をちゃんと調べてどこまでなら残り時間でやれるかって逆算して最善を尽くすってことやんなきゃいけないから、情報不足だったらそもそも最善を尽くすそのゴールが分からなくなっちゃうんで、それじゃ勝負にならないよって話になっちゃうとは思うんですよね、うん、その通りだと思いますね。そういうことを分かってやらないとダメですよね、はい、いやそうだと思いますね。なので夏はやっぱ自分の限界を伸ばす情報収集をちゃんとやる、そういう意味で過去問とかをちゃんと調べましょう、うん、で日大レベルぐらいの基礎、はい、入試基礎っていうので点取る状況までの科目を1個2個は仕上げておく、理想を言えば志望校ワンランク下に受かれる状態まで作っておくみたいな感じですね。なるほど、はい、やっぱりそういった形でやってる人が受かってる。いやそうですね、はい、で逆にそこはあんま気にしなくていいよっていうのは、夏の学力は正直あんま気にしなくていいかなとは。おー、なるほど、思いますね。では全然逆転はできるんですよ、夏でちゃんと習慣つけたりとかできれば。ただやっぱ夏にできないと秋冬以降に取り戻すのは非常に厳しくなると思いますね。物理的な時間がやっぱ足りなくなっちゃうんでっていう、習慣化するっていうのは大事ですから、はい、お近くの武田塾にご相談を、まあ、あと全国でね、あの夏のイベントを僕とか高田先生
やってたりするんで、その後者とかが結構ツイッターとかでイベントやりますよって告知したりするんで、よかったらそれも見てくれればと思いますけどね。はい、そして夏だけ武田やってますからね、はい、あれでスケジュール管理は身につきますんで、1年生2年生とか部活やりながらでも勉強できるようになったりするんで、ぜひねそれも見てもらえればと思いますよね。はい、そしてまあ遠方の方とかでもね、夏だけ武田だけはどっかいろんなね好きなとこ行けたりしますし、はい、勉強習慣をつけることですよね。そしてまあ得意科目やっぱ作っといた方がいいですよね。いやそうっすね、あのね、文系で英語理系で数学が最後までできないとなるとかなり致命傷になりますもんね。そうですね、はい、いますからね、そういう人、YouTuberでもない受験系の人で理系なんで数学できないとか、文系なんで英語できないっていう方々苦労してますね、はい、そうっすね、難労してるんですかあなたたちいやしかもですね、できなさ加減が致命傷なんですよね。はい、できないって言っても受かる人って合格点マイナス1割ぐらいじゃないですか、はいはい、 それのできないはセーフなんですけど、7割必要な試験に2割取ったら他10割取んないといけなくなるんで、それも受かんないですよねって話になっちゃいますね。はい、頑張ってください。得意科目ばっかで押してダメです、はい、そういう人たちは英語とか数学主要をね得意にしてください、はい、その周りばっか得意になって、はい、社会ばっか得意でダメだったあなた、はい、理科ばっか得意でダメだったあなた、はい、頑張ってやってください。はい、まず変わりましょう、ね、ぜひ頑張ってください。はい、はい、中村先生においでいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。